北野淳一は沖縄県出身のラジオパーソナリティ。ニックネームは JK。父親は中国人で母親は長崎県出身の日本人。アメリカンスクールに通っていた15歳の頃に初めてラジオの1コーナーを持ったのがラジオ DJ になるきっかけとなった。RBC ラジオの番組ラジオジャックで 1987年4月から1988年3月に、水曜日、1990年10月から1991年4月に、火曜日のアシスタントを務め、1991年4月12日に、金曜日枠が復活したのに伴い、メインパーソナリティへ昇格した。アシスタントでなかった頃も、同局、ポップサンデーのメインパーソナリティを務めるなど、沖縄のラジオで、 当時まだ珍しかったバイリンガル DJ として活躍。1993年10月の番組終了と、共に活躍の拠点を福岡に移し、開局間もないクロス FM へ。1995年から2003年まで夜のワイド番組、北のクラブのナビゲーターを務め、地元中高生に圧倒的な支持を得る。この頃から JK と呼ばれるようになる。同じ頃にはこれも、 看板番組である、カウントダウン、九州ホット100も担当、北九州の本社スタジオにはゲストがいない時にもファンが、JK みたさに集まるほどであり、当時同局の人気ナビゲーターだった、宗方治中島博人とともに、ナビゲーターご三夜と呼ばれていた時期もある。1999年4月には、東京へ移し、東京 FM の、エモーショナルビートで3年間パーソナリティを務め、 関東にもファン層を拡大。アシスタントの中にはかつて TBS ラジオシンデレラドリームミッドナイトパーティーのパーソナリティだった黒住優子らがいる。ちなみに、この時期も東京タワーの近くにスタジオを借りる形で北のクラブを続けていた。エモーショナルビート終了後は再び福岡に戻り、2004年まで KBC ラジオを中心に活躍。現在は DJ 業の傍ら英会話レッスンを開講したり、地元福岡の放送系専門学校の非常勤講師を務め、更新の指導にも当たっている。2008年10月から申請、クロス FM に復帰したが2010年3月をもって降板。ありがとうございます。